フランツ・クサバー・シャルベンカは、ポーランド系ドイツ人の作曲家、ピアニスト、音楽教師である。兄のルートビヒ・フィリップ・シャルベンカも、作曲家である。クサバー・シャルベンカは、プロイセンのポーゼン・カンク、ザムターに生まれた。彼は3歳の頃には、耳で聞いた音を元にピアノを演奏するなど、音楽の才能を示していたが、決して裕福な家庭ではなく、ピアノは、 独学に過ぎなかった。1865年、15歳で家族と共に、ベルリニエ移った。彼は、兄と共に、テオドール・クラークの音楽院に入学し、ピアノを、セルニーンカだった、空楽に、作曲を、メンデルス・ゾーン門下のリヒャルトビュルストに指示した。音楽院で才能を開花させたシャルベンカは1867年に、空楽音楽院を卒業し、 1868年には、教員として母校に加わることになる。1869年には、ベルリンジングアカデミーの演奏会で、メンデルスゾーンの、ピアノ競奏曲、第2番演奏し、ピアニストとして、デビューを果たした。さらに同年、彼の自作曲である、ピアノ30奏曲第1番 A、単調、バイオリン・ソナタニ単調、ポーランド部曲集が、 ドイツの楽譜出版社ブライト・コプフンとヘルテルによって出版された。中でもポーランド部局集の第一局は大人気を呼び発行部数は100万を記録した。この成功はシャルベンカにとって作曲家としての地位を得るきっかけとなった。彼は1873年に兵役に就くまで音楽院で教鞭を取り、1874年に兵役を終えると、 コンサートピアニストとして演奏旅行を開始した。シャルベンカの演奏は音色の美しさを称賛されており、特にショパン作品の解釈には定評があった。1877年には自作のピアノ競奏曲第1番変の単調を初演。この曲は作曲家のフランツリストへ検定されている。シャルベンカは1881年に バイオリニストのグスタフ・ホーレンダー、チェリストのハインリッヒ・グリュンフェルトと共同で室内学と独創による毎年のコンサートシリーズを立ち上げ成功を収めた。また同年10月にはベルリンに音楽学校を創設している。1886年には初となる還元楽曲の一連の演奏会で指揮を行い、ベートーベン、ベルリオーズ、 リストラの大作曲家の作品を中心に取り上げた。一方、指揮者のハンス・リヒターやバイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムといった音楽家たちと共に広く演奏旅行を行い自作を披露して回った。このような作曲、演奏、教育の3分野にわたる活動は、その後もキャリアを通して継続していくことになる。1891年、シャルベンカは、 初めてアメリカへの演奏旅行を行う。ピアニストとしては、メトロポリタン歌劇場でアントン・ザイドル式の下ピアノ競争曲第1番を演奏して、デビューを飾る一方、ニューヨーク市にシャルベンカ音楽院の文校を設立した。アメリカ滞在中の1893年に、ベルリンの音楽院が合併により、クリント・シャルベンカ音楽院となり、 1898年に帰国した彼は音楽院の理事となった。1914年に w ペゼットと共同で設立した音楽学校にはピアノ教師のための学校が併設されていた。シャルベンカモンカにはジョゼビアナダモッタ、フリドテフバッカー・グルンダール、ゼルマー・ヤンソンらがいる。著書、ピアノ奏法、メチリックでクラビー・アスピールズは 1907年にライプツヒで出版された。1910年と1913年にはコロンビアレコードに録音を行っており、自作のほかショパン、メンデルスゾーン、ウェーバー、リストの作品の演奏を残しており、中でもショパンの幻想即興曲の演奏は名高い。また、ウェルテミニョン社のピアノロールには、彼の演奏でも有名なショパンの 大演舞曲編異長調作品42と幻想曲へ単調が残されている。1921年には自作のポーランド舞曲第1番編母単調の演奏もアメリカンピアノカンパニー社の自動ピアノに記録されている。シャルベンカがこの世を去ったのは1924年ベルリンであった。アントン・フォンベルナーによる肖像画シャルベンカの作品にはオペラ、 また数インタや、公共曲、四つのピアノ競争曲、室内楽数多くのピアノ曲がある。四曲ある。ピアノ競争曲は主要な作品である。ピアノ競争曲第一番変路短調は、兵役の最中の1874年に、完成されて、翌年に初演されている。この曲は元来、幻想曲として着想されたが、出版社と折り合いが合わずに、 出版の見込みが立たなかったことから、書き改めて、ピアノ競争曲へと仕立てられた。曲は、リストに検定されており、リストはこれを受け入れて、ベルリンで、自ら演奏している。また、グスタフ・マーラーが、ピアノ競争曲のソリストを務めたと記録が残る、唯一の曲である。この曲が、初めて録音されたのは1968年。 アール・ワイルドのピアノ、エーリヒ・ラインスドルフ式のボストン公共楽団の演奏であった。ワイルドは幼少期にこの競争曲について学んでいるが、指導したゼルマー・ヤンソンは、シャルベンカ自身から曲の指導を受けた人物であった。ラインスドルフがワイルドにこの曲の録音の話を持ちかけた際、ワイルドはこう述べることができた。 私は誰かがこの曲を自分に演奏してくれと頼んで来ないかと40年間電話の側で待ち続けていたんですよ。ピアノ競争曲第4番へ、単調は1908年10月18日にベルリンのベートーベンザールで初演された。シャルベンカは四季をし、独奏は弟子のマルタシー・ボルトが受け持った。 1910年11月27日のニューヨークでは、訪米中の作曲者自身が、グスタフ・マーラーの指揮で演奏している。シャルベンカの死後しばらく、彼の作品は演奏回数が少なくなり、ポーランド部局第1番編母担長が大きな人気を保っていた以外は時折ピアノの商品が取り上げられるくらいになる。しかし、1990年代中頃以降、 彼の音楽に対する関心が再び盛り上がりを見せ、CD 録音でピアノ独奏曲や競奏曲の難曲が紹介されるようになった。現在では作品の大半が録音されて入手可能となっている。中でもスティーブン・ハフの独奏、ローレンス・フォスター式、バーミンガム主公共楽団の演奏によるピアノ競奏曲第4番の録音はイギリスの音楽雑誌、 グラモフォングラモフォン氏の1996年の最優秀録音となった公共曲派短調の CD 発録音は2004年になされている注釈出典。ありがとうございます